瞳光行現行3年、昭教2年2月2日は、鎌倉時代末期の武士。別名に、元県。通称は、四郎、四郎入道。法名は、恩和。太平記では、瞳恩和と表記される。瞳高綱のことされており、武蔵武士によると、子に、孔子。武蔵半沢軍、瞳郷を本拠地とした瞳氏は武蔵七等の一つ。 井の又島の所流。高校は、鎌倉幕府第十四代執権、北条高時に仕えた、御家人。東京都八王子市の小安神社は、元徳2年、瞳光行が再建したと伝えられている。瞳志郎入道オがが寄進した、紙筆名文の写しが伝えられており、武州谷志氷,氷小安大明神、元徳2年7月再造後移り友や同国多島群住。 人見白を入道高校騎進と記載されている。原稿の欄では、幕府軍に従軍する。太平記摩記録、赤坂合戦時月人見本館抜け検事によると、原稿3年2月2日、楠木正重のこもる赤坂城工場戦で、本末スケサと共に抜け駆けをし、打ち死にを遂げた。去年73。花咲かぬ老木の桜口ぬともその名は、 苔の下に隠れ字墓所は、東京都府中市浅間山公園の南西部にあり、平成2年3月に、府中市教育委員会が墓石と伝えられる場所に、三陰石と花崗岩で作った墓標を建てている。墓標には、瞳志郎の墓標、ここは、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて活躍した武士、瞳志郎の墓石と伝えられると刻まれている。東京都府中市浅間山が、 人見氏の館跡と,と伝承されているため、ここが墓石と考えられたと思われる。しかしながら、かつて、浅間山が人見山と呼ばれ、周囲が人見家原と呼ばれていたことは、人見氏とは無関係であり、孤立級で眺望が利き、周囲を監視したり、遠くからもよく見える丘という意味で人見山と名付けられたという説もあり、戦士した地や人見氏の類代の墓所がある。半沢郡。 瞳号の一条寺ではないことから疑問が残されている。府中市教育委員会が平成2年に立てばかした墓石。ありがとうございます。